皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズ J パフォーマンスです。今回はボンド名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの井村店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今回は特別編ということで、愛知県のポートメッセっていうところで開催されているウィックフェストに来ております。でウィックフェストの会場からお届けしております。こんな感じですというわけで人がいっぱいいるんで、あんまり大声出すと恥ずかしいんで、すごいね、やや小声です、はい、まだちょっと始まってないんですけど、だいぶ小声だよね、はい、まあ、ちょっと始まってないんですけれどもちょっと始まっちゃうと音楽とか流れちゃうんで、ね、はい、イベント開催前に今撮影しております、はい、そして今回紹介する車がこちら、はい、フェラーリ FF やってまいりました。はい、やってきました。で今回いつもちょっと飯村店長に、はい、あのオーナー像について、はい、聞いてるんですけど、今回は聞きません、はい、あ、いいですか、はい、よかったちょっと安心。どういう経緯でこうなったのかっていうのをいつも聞いてるんですけど、はい、今回ちょっと聞かずに、はいはい、ちょっと話を進めていきたいなと、はい、でまず僕思ったのはこの FF っていうのがもう選ぶのがすごいなと思って、昨日もちょっと話したじゃないですか、うんうん、まず FF ってこう、うん、初めてこうフェラーリ買う車じゃないと思うんですよね。まあまあまあ、確かにね、確かに、もちろん初めて買ってる方も多くいらっしゃると思うんですけど、大体が多分こうフェラーリ乗ってきてとか、うん、はい、で、まあ、ちょっと違うのいくかな、うん、はい、どっちかというとこうフェラーリのシリーズの中でちょっと異端児的な、そうだ、ね、僕のイメージですよ。そうだね、はい、うん、こう正統派なこう、うん、ミッド V8 モデルとかこうV12FR モデルとかじゃなくて、はいはい、ちょっとこう普通のに飽きた人が乗るという、そうだね、はい、そうだね、そんな感じがあるの、うんうん、だからなんかこうフェラーリを何台か乗ってるか、もしくはなんか V12 とかいろいろ乗っていかないと多分こうたどり着かない車だなと僕思ってたんですよ、はいはい、昨日聞いたらまさになんと、はい、あのまあ、フェラーリじゃないですけど、うん、他のちょっとそういう車をいろいろやっぱりそうね、スーパーカーは、はい、たくさん乗られてる方なんで、はい、なんかいろいろその辺でもつながったなっていう、はい、まずちょっとそのフェラーリの FF を選ぶっていうところが、はいはい、そして今回カスタマイズとしては、はい、まあ、そのフェラーリを FF こう実用性結構求めてるじゃないですかそれをこういじって、しかもいやいや実用性あります、あります、ここまで攻めるっていうのが、はい、まず次にすごいなっていう、そうだね、はい、で今回装着したホイールがこちらでございます、はい、やってきました HRE、はい、HRE ヴィンテージシリーズの505 MM なんですか、はい、モノブロック、ああそういうことですか、はい、なるほど。で僕正直すっげえ恥ずかしい話なんですけど、これなんでこれにしたのかよく分かってなかったんですよ、うん、ね、僕はね、はい、それが残念で仕方ない多分動画見てくださってる方の中でも半分に分かれてますよ、うんうん、おすごいの入れたねっていう人と、うん、あれなんでこれ履いたんですか今店長っていう僕なんでこれ履いたんですかっていうイメージだったそっち派なの、はい、そっち派で普通の多分フェラーリ詳しい方だとこれ F40 の、まあ、オマージュホイールそうということで、はい、まあ、そのちょっとクラシカルなイメージと、はい、その FF にそれを持ってくるっていう、うん、もうすごいの選んだねっていう多分来ると思うんですよ。そう、はい、僕はこれF40 のオマージュホイールっていう思う前に、うん、あの林レーシングの505から来てるじゃないですか。もっと全然違う旧車のホイールっていうイメージだったんですよ。はい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 、違うんです。そうなんですよ、ね、はい、だからそこをこうつながったら、あ、全部分かってやってんだなと思って。そうです、そうです、もちろんもちろん。でもっと掘り下げると、その林レーシングっていうのがその HRE の前身ですね。はいはいはい、で505っていうのがその HRE 始めた時の、はい、一番最初のホイール、はい、あの僕工場行ってきたじゃないですか、飾ってあるんですよ。で今でもものすごく高額金額取引されて、それがまさにその F40 のオマージュのホイールなんですよね。そうです。だからそっちってこう14インチ15インチメインなんで、うん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 、全く繋がらなかった。そうだから、あのサイズ感であれだったのが、まあ、22になるとこんなになるみたいな今回装着してるのは21、22です、はい、ワンピースなんでね、余計大きく見えるっていう。純粋になんかそれをはめ込んじゃうんじゃなくて、うん、もう現代版にというか、そうちゃんとリメイクして入れると。 そうそう。そしてちなみに505だと、はい、このスポーク このウィンドウの中って黒なんですよ、うん、スタンダード、うんうんうん、で40とかも確か全部シルバーですよね。はい、はい、そうです。でこんなフィニッシュじゃないんですよ。そうで余計繋がらなかったで今回のホイールのフィニッシュがまたこれちょっと複雑なことになってますけど、はい、ブラッシュドフェイス、ポリッシュドウィンドウ、要はこの天面がブラッシュドで、このウィンドウの中がポリッシュ。そうです、ここもポリッシュ。あ、なるほど、はい、これオンクリアですか。クリアし、あ、吹いてる。あ、吹いてる、クリア吹いてる、クリア。なるほど、はい、
でもこの面積が大きいからかこう手で磨いた感がすごい。そうだからね、その最初にオーダー入れた時にその今回のこの 505M でブラッシュドフェイスポリッシュウィンドウってなるとポリッシュの面積がめちゃでかいじゃん、はい、要はここ全部磨かなくちゃった。そう、はい、だから正直クオリティは保証できませんって言われたの HRE から。だけどまあ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 大丈夫っしょみたいな。でも逆になんか味出てません？そう逆にね、はいはい、だからその、まあ、めちゃめちゃ綺麗じゃない方がこう逆にハンドメイド感があって、うんうんうん、ちょっとクラシカルなイメージが強調されてるんですよね、うんうんうん、いいかなっていうふうに思って。でなおかつセンターキャップもこの、はい、ビレットのビレットのタイプ、はい、新しい色入れないんですね。そうです。なんでこれもブラッシュドのビレットキャップはできないんで削りっぱなしの状態で HRE からもらってでそれをボンドボディでクリア拭いて M4 の時と同じ作品。そうそうそう、こんな足元になってる。はい。でもうヴィンテージシリーズってなんか履きこなすの難しくないですか？なんかいやだから結局、うん、まあ FF っていうこのスタイリングの車ででまあいわば現行型じゃないじゃん。もうルッソがいるしでそれをちょっと遊んじゃおうみたいな。足としてもまあ4人一応4人乗りだし荷物も詰めるし足としても使えるしでどうせだったらスタイリングもかっこいい方がいいしで現行型ではあんまりやらないよねっていうところまで行っちゃおうみたいなような形が今回 FF のスタイルになってます。ただホイールが高すぎて頑張ってる感がないんですよ。そうだね、うん、そうだね。どうしてもこの年式がちょっと古かったりとか形が一個前でちょっとこうやりすぎてやりすぎ感が出たりとか頑張ってる感出ちゃうじゃないですか。ない。そう。もう本当にまさに遊んでるというか。そうね。やっちゃおうよ。だからここでここのこの感じになんかグリーンみたいな最近の例えば12の VIP とか履いちゃうとあ FF しかないんだなみたいな。ああなるほどなるほど。雰囲気になっちゃうじゃん。うん、だけどこのオーナーさんもたくさんの車持ってる中の1台の足車が FF なだけで。だからそれがなんか全部つながりましたね。そうそうそう、遊んでる感を出したいから。逆に言うとこんなにかっこいいのにナンバーと電球なんだよだからでもそこは触らないんですよね。そうそうそう、はい、だから余計なことは一切触らない、はい、だから本当にかっこいいくしたいだけだから別にナンバーと LED にしちゃってかっこよくならないじゃん極端な話ね。だから外装パーツもなんかつけたりしてないんです。そう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 、だから本当にその足として使ってる感をそういうところで出していく。ちょっとジーパン T シャツになんかめちゃめちゃおしゃれなスニーカーみたいななんかそんなノリを感じました。そうだね、そうだね、はい、そういう感じで作ってます。そして今回本当に外装何もやってないんで、はい、もう何もついてない。何もついてないです。だからバネを今回ノビテックの、ダウンスプリング使ってますがまあ普通にはそのこんなに下がんないんでリアにいたと被ってますからそうでこれもだから FF だから性質ですよね。そう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 、これが488とか F8 とかでやるとちょっとやんちゃ感が出て、うんね、出ちゃうじゃないですか、うん、だからこの車もホイールは出してタイヤ寝かしてフェンダーに逃がしてるこのクリアランスをこのすごい。そして今回この外装本当に何もやってないんですけど、はい、また中が、うん、中はしゃれてるよね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。ちょっと中をご覧ください。そう派手サードはないけどね、いろんなの紹介してきたじゃないですか、うん、内装、うん、中真っ黒っていう、うん、そう、ただ真っ黒も真っ黒でちゃんとステッチなんかは白で、ステッチ入ってる。そうだこの辺がなんかちょっと FF のその使いやすさとか、うん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 、そうだね、普段使いもしやすい黒いシートベースで、これ内装もめちゃめちゃ豪華でもかっこいいんですけど、うん、あえてこうシックに、うんうんうん、もうこれ別に足で乗ってますけどみたいな。そう本当にその足感を出したい、まあ、これでコンビニ行くとか極端にスーパー行くとかいう感覚の、雰囲気を出したいなと思って。いけちゃいそうと思っちゃいますね。いけちゃいそうだよね、はい、うん、黒だとこう汚れないし、うんうん、荷物ガンガン詰めるしね、はい、はーとかしてたらかっこ悪いですからあ汚れちゃったなってそうだよね。そうそうそう、もう前回紹介した真っ白白の内装と対局っていう、もう対局、うん、両方ともかっこいいんですけど、うん、ちゃんとそのアプローチあってのそうこの内装なんで、はい、ちゃんと数字のが合ってる、はい。あと今回はマフラーも変えてあるんじゃないですか。マフラー変えてあります、はいはい、だそれもちょっと遊んでるポイントとして。そうだね、はい、だから出口、まあ、12気筒の場合はリアマフラー変えてもあんまり
音が変わらないんで。あ、そうなんですか。そう、12気筒はね、フェラーリの12気筒はみんなそう、リアマフラーは消音あんまりしてないんで。あー、なるほど。前側を変えて音を出して、だから出口は全くノーマルで、見た目はノーマルだけどちゃんと音で、音質はちょっと変わる、うん、そんな感じになって、はい、こんな感じですか。そうですね、はい、まあとにかく車高とホイールで、ここ最近の飯村さんの一番のなんか渾身のこう組み合わせというか、うん、まあ、毎回ちょっとこう別に どっちがかっこいいとかかっこいいじゃないですけど、うんうんうん、飯村さん的に最近一番こうお気に入りというか、うん、よくハマったなっていう。そうね、あのドンピシャな感じで。なるほど、はい、でもちょっとその理由を聞いたのと僕の中で全部つながったら、はい、あ、確かにこれはちょっと他にないなって。そうでしょう。だからね、こういうそのヴィンテージとかクラシックとかって HR にしかないから、逆に言うともうそこがまあ HR の強みでもあるんだけど、だ他のブランドでこういうホイールがないからね、こういう雰囲気を出すにはやっぱりそこになっちゃう。ちょっとヴィンテージシリーズ注目ですね。注目注目注目。この間紹介した M4 もクラシックね、ああいう履きこなし方もあるし、うんうん、これもだから普通に履けないじゃないですか。何でもかっこいいわけじゃないですか、うんうん、すごい選ぶよね。選ぶ、その辻褄が合ってないと、うん、なんでこれ入れたんですかって言っちゃうじゃないですか。そう、だからディアブロのオマージュというのも、うん、だ例えば全然違うランボに何もつながりがないところに、うん、あえて入れるっていう手もあるんですけど、うん、普通はその理由付けがないと。そうだね、なんでそれ入れたんですかって、なかなかね、履きこなすのが難しいホイールのシリーズあるんですけど、うん、今回みたいにバッチリハマると、はい、すごくものが出来上がる。かっこいい。で最後になりますけど、はい、やっぱりだからフェラーリって言ってもちょっとその、うん、めちゃめちゃこうかっこよさだけ追求したのか、うん、もしくはこう走りの車なのか、うんうん、もうちょっとこう豪華でちょっとお金持ってそうな感じの風に仕上げるのか、うん、それともこう日常の足風に仕上げるのか、だからもうさじ加減ともうホイールのチョイスとでいろいろできますよ、ね、うん、そうね。だからその普通にかっこいいのに飽きた人多分たくさんいると思う。だからこういう車って、まあ、普通にかっこいいのとはちょっと一線を変化球的な感じしますよね。そう感じじゃん。だそういうところも僕らにお任せいただければ、あのいろんな提案がね、普通にかっこいいのしますか、それともちょっと変わったかっこよさを求めますかみたいな。確かに確かに、分かる人には分かるみたいな。そう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 。だけどこういうのをやらせてくれるっていうお客さんがいるっていうのが、いや本当にありがたいですよね。誰にでも受け入れられないじゃん。で FF 買いました、 505M かっこいいっすよねって言ってもうんって言われるパターンの方が多分多いと思う。だからやっぱりそういうお客さんがいらしていただいてるっていうのが非常に僕らにとっては嬉しいことだなと思う。ただ世代と趣味思考によって多分相当ハマると思う。相当ハマるよね。あれこれ F40 のオマージュホイールじゃん、似てないみたいな。そうそうそう。で僕みたいなちょっと特殊なこう趣味嗜好の人間だとあれ林玲ちゃんのってなるんですよ。そっちかよみたいな、はい、だいろんなこうちょっとこうなんですか、一部の層にはすごく刺さる。そうだね、はい、そうだね。そんな提案もできますので、はい、お気軽にモンド名古屋までお問い合わせください、はい、そして今回やってますこのウィークフェスト、別の動画でちょっと会場の様子もお届けしますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ここよ、この角度するここ。タイヤがちょっとそう、ここ、はい、ここ、はい、この正面から見てタイヤって普通見えないじゃん、車。見えないですよ。だけどこの車はこのバンパーとこのタイヤのこの絶妙なラインが、はい、でも一歩間違えたらビップカー、一歩間違えたらビップカー。いやいや間違えてないから大丈夫、はい、うん、だから ここから見たらちょっとそうそうそう、タイヤが、はい、おちょっと見えてるよっていう、はい、若者と思いきやウェーイっていう、ね、引いてみるとそう、え、一番FFじゃんっていう。そう、そこがねやっぱかっこいいよね。この車とこのホイールの組み合わせじゃないと、そうこのセッティングがそう成立しないっていう。確かに。そうケツがさ、はい、ケツのバンパーがこうなってタイヤが見えてるの当たり前じゃん、はい、でフロントがこれっていうそこがやっぱりこうしびれポイントだよね。確かに。これ真似しようと思ってできないですからね。 FF って言っても結構するじゃないですか。まだするねするね、2000万近くするね、はい、まだね。それをこう安価な車でやると、うんうん、そうちょっと違ってきちゃう、うん、ちょっとやんちゃな感じというか、うん、若者感出ちゃうじゃないですか。出ちゃう出ちゃう。だフェラーリでやるっていうのがね、
それもだからこの HRE のこれじゃないと成立してないですよ。そうなの。だこれが例えば、まあ、使うかどうかわからないけど、ロティフォームだったらまた違うじゃん、うん、あそうですね。ねロティフォームポンっていくと多分あ20代後半から30代頭で FF 買って、うん、僕もそういうイメージです。いじりたいってホイール履く、はい、っていうイメージ、はい、でもオーナーさんもう50歳だから、はい、でそういう感覚とはちょっと違うよね。だここで HRE を持ってくるってところがやっぱりその世代っていう。これはでもちょっと解説がないとわからない特にもうハイシレーシング505、うん、あれパレスって名前なんでしょうこのホイール確か。そうなんだ。そう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 。もうそっちのイメージが強すぎると。ああ、うん、俺はもう完全に40。ああ、うん、でも確かにこれ40のホイールだって気づいた人が、うん、おおってなりますね。うん、じゃないよ。ピーです。確かに。なんすかねこれだから488とか F8 に入れても、まあ、それそれでかっこいいんでしょうけど。そうだね、また違うイメージになるし、うんうん、だからねそのこう21インチだけどやっぱちっちゃく見えるのよ。あだからこれをそのリアエンジンのフロントがこう薄っぺたい車にはめちゃうと結構ねちっちゃく見えちゃう。なるほどなるほどなるほど。それはそれで確かにこれフランジのところまでスポーク伸びてないですもんね。伸びてないのよ。で FF は割とこうフロントがさやっぱりちょっと厚みがあるじゃん、はいはいはい、そうですね、そうですね、フロントエンジンだから、はいはいはい、だからなんかこうバランス悪くないんだけど、はい、フロントペッターンっていう車に履かすと結構ねフロントのホイールが小さく見えるんですね。サイズ変わんないんだけど。そもそもだって40のホイールがあれ何インチですか。相当ちっちゃいですよね。多分17とかじゃない。そんなもんですよね。15、16とか17だよ ね、 そうですよね、きっと。だそれを現代版にリバイバルしてそうポリシーかけてそうね、このちょっと異端児的な四駆のフェラーリに履くっていう。これもちろん褒め言葉ですけど変態ですね変態だよね。ああ本当にだから本当上級者というかいろいろな車を見てたりいろんな車を乗ってきた人じゃないとやっぱ受け入れてもらえないかなっていう。いきなりこれでいきなりこのホイールはいかないもんね。おしゃれで言ったら本当一周回った人っすね。そうだね、そうだね。すげえなこれ。はあ確かにこれかっこいいわ。ヴィンテージシリーズちょっとかっこいいの作りたいですね。他にもかっこいいのある。やりますよ、はい、やりますやりますやります。知ってます知ってますだから HRE がああいうクラシックのヴィンテージやってるっていうのは僕にとってはものすごくプラス。ただ穴に入れてもらったじゃん。でもあれもまあちょっとやっぱりリムがあるだけでディスプレイがそんなにレトロじゃないじゃない。ああいうこういうのとかもっとたくさん出してほしいな。それがこういうの例えば24までいけるから、これが20だとまたイメージが違う。これが20だとまた違うし、20だとまた違うし、これがセンターロックになったらまた違うじゃん。ね、だからそう、だからそういうのを見たいよね。こうもうサイズが変わるとイメージが変わるし、センターロックになったらまためちゃくちゃ変わるじゃん、急に。そういう使い方、ヴィンテージとかクラシックなデザインなんだけど、センターロックになる。もっと見たいね。そう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 。あとのコーディングもそうだし、強度もそうだし、ちゃんとチェックして、ちゃんと出してっていう。